だけしかないよ今。何？ニップレス。そんなこと言わなくていいじゃないの。違う違う、なんか出ちゃうから見て、お、こうなってるよ。見ちゃうから加工する。じゃあ写真する。大丈夫なのこれ。どうもエンディです。東京竹の塚やってまいりました。竹の塚、いろんなタイマッサージ屋さんがあるじゃないですか。まあ、この YouTube チャンネルでも、まあ、何件か紹介しました。その中であるお店の動画に出てた女性、フィリピン人、覚えてますか？ TikTok でご紹介したらなんと70万回再生いっちゃった、あの方から連絡があったんですよ。エンディさん、エンディさん、私のお店も来てくれない？ということで今日は竹の塚やってまいりました、ね、こちらなんですよお店。マッサージ、タイマッサージのメニューもあるし、まあエステですね。久しぶりなんで楽しみ。まあゴージャスですよあの方は。到着、そう、チェリーさんですよ。名前はチェリーさん。お店の名前はチェリーと、あ、こんにちは。こんにちは。ごめんね、この格好で。大丈夫大丈夫。大丈夫ですよ。多分いいと思うよ、みんな喜ぶ。そうですね。すごいな。あいで、あいで。お客さんは男じゃないんですか？女の子です。女の子？すごいな、ここ。ごめんね、このセクシー格好でおいで。入っていいんですか？はい、どうぞどうぞ。でもママ裸ですか？裸だけど大丈夫。大丈夫？急ぎみたいだから。じゃあ失礼します。かっこいいな、遠藤さんだよママ。こんにちは。いや、こっち向かなくていいですよ。もう見えちゃうから。こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと待ってますね。あ、大丈夫です。いや、気持ちいい。すごい気持ちですよ。本当、うん、疲れ取れる。そうですか。疲れ取れる。すごいいっぱい、はい、肩こりするから。そういうこと、すごいとこ行っちゃってたけど。なんかやっぱね、タイとは違うんだな。でいっぱいこう、修了書はすごいな、これ。ねえ、いろんな勉強してらっしゃるから、ちょっと英語であれだけど、ヒルロットサロン、なんだろうね、わかんない。ヒロットセラピスト、いっぱいなんかね、アイラインアートメイクとか、いろんなすごい勉強してるなあ。こっちもだ。これも、これは何なんだかわかんないけどさ、これこれ可愛いんですよ。ほら、なんかタイ料理屋の娘さんに似てる感じ。可愛いな。うん、 OK。 まあこんな感じ。へえ、豪華だよね。ちょっとクラブ来ちゃった感じ。どんなサービスがあるかで、これは多分ね、多分というか、まあ男の人も大丈夫、女の人も大丈夫で、マッサージ、ちょっと今軽く見えましたけど、オイルとかね使ってやるんで、まあ、実際どんな感じかね、今日ちょっと受けてみようと思ってるんですけど、うん、そう、またタイとは違った。でもここも近くのタイマッサージ屋の方が来て、タイマッサージのメニューもあるんですよ。だからタイと、フィリピンのコラボレーションのお店です。ここは、うん、マッサージとエステなんですか？そうですね。どんなメニューがあるんですか？あ、マッサージ、うん、マッサージはオイルボディマッサージ、オイルボディマッサージ、うん、あと、うん、パイオイルボディマッサージと同じ。何何何？パイオイルボディマッサージと同じ、うん、それは何？
オイルバディマッサージ、これリンパティックマッサージも入ってて、オイルバディマッサージ、あと、うん、頭から足までのマッサージ、そのセットみたいな。そうか。じゃあここまずお店に来たら、うんうん、あの足の何フットバスもある、フットスパがある、うん、そして顔のマッサージとか頭のマッサージとかボディのオイルマッサージもある。じゃあ結構タイマッサージと似てるね。そうですね、タイマッサージと似てる。うん、それ気持ちいいです。気持ちいいですか、うん、すごい気持ちいい。頭から足まででまたフットスパが入ってて、うん、すごい誰でもみんなすごい喜んで。わかりました、うん、オッケー、うん、じゃあとりあえず受けてみるか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ね、チコビが出ちゃうからいや、うん、隠さないと。 あ、僕のね、うん、私のチコビは出たらそういうお客さんいっぱい来るよ顔の方はエステマッサージが入ってるから、このマッサージジェルパックはこれ使うとちょっと温かくなる。ここの辺とか、うん、全部の顔まで、うん、これ小さくなるの、うん、リフアップするから、うん、で今これからやりますね。よろしく。で必ずこれやるね。そしたら自分の肌のポリスが、うん、あの開けて、うん、ちゃんとこれもね、あの薬も入ってるから、うん、あの肌きれいな薬、うんうん、ただのフェイシャルマッサージじゃなくて、うん、ちゃんとエステ入ってるね、うん、エステのマッサージ、うん、まあ、だいたいリンパってマッサージね、リンパマッサージ、うん、そう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 、これ毎日毎日お客さんがこれが一番大好きなの、うん、でこれは生姜、これは生姜入ってるの、はい、そしたらあの鼻殺しとき、頭痛いときが、はい、今の匂いごめんね、大丈夫、うん、なんかすごいね、匂いがありますでしょ、それは生姜、うんうん、あ、肌に切れやつで、これも、これなんかね、うん、匂い、うん、あ、いいね、すごい、これはジェルパックは、それジェルパック、うん、で、これはマッサージしたらちょっと温かくなる、うん、すごい気持ちいいので、うん、すごい気持ちいい、うん、うおぬるぬる、うん、おお、ね、今のオイルがシナモンのオイル、これオルガニックだから、これは肌きれいなので匂いがすごいでしょ、うん、あ、いい匂い、これすごい、うん、なんか俺サウナの中入ってるみたいだね。そうそうそう、うん、あ、よかった、気持ちよかった、気持ちよかった、ね、うん、ありがとうございます。ヘッドマッサージがリンパマッサージがすごい気持ちよかったでしょ、うんうん、そうそうそう、毎日はそのマッサージがここお客さん来る、うん、1人2人決まってる、うん、ジョリの客すごい大好きです。そうですか。スティーマーしながら、うん、生姜の匂いとかフレッシュの匂いがすごい、うん、頭がらくなる、うん、そのさっきはびっくりしたでしょ、うん、うん、そう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 、そっか。で今少しねベタベタするんですけど大丈夫、それは薬だから、うん、これ何、あのリフトしたじゃん、さっき、うんうん、そのは、あのそのままこのままで、うんうん、でこれですか、あ、これも、これはさっきも違う使って、うん、これも違う、これはリンパマッサージに使ってる、リンパマッサージ、うん、これはシナモンマッサージオイル、高そう、そう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 、これは日本名だから、ジャパンに、匂いどんな感じですか、うん、これ匂いもする、シナモンオイル、うん、うん、あー、いい、好き、うん、大好き、飲みたいこれ飲みたいね、なんかすごい、そうそうそう、ね、いい、大好き、みんなこれ大好き、うん、そうか、うんうん、あ、これ入ってるもんね、うんうん、それも入ってる、いいね、これ、そうそうそう、それ毎日使ってる、うんうん、足も顔もすごい、うん、頭から足まで、うんうん、チェリーさん、何でもじゃあできる、そう、何でもできる、うんうん、okay、それでね、うん、じゃあ、どうしようか、うんまず、よいしょ、はい、じゃあ気になるマッサージの料金紹介です。じゃん、英語、日本語ないの日本語ないですね、はい、あのアロマオイルバディマッサージはさっきやったわ、はい、本当はアロマオイルマッサージ、うん、いくらですか、本当は1時間が6000円だけど、はい、ここ来ると70本6000円、じゃあ、うん、アロマオイルマッサージ70分6000円、
合ってる、ね、アロマじゃだだだ出し出し出しすぎで出しすぎですよ。ですね、すいません。フェイシャルリンパマッサージ70分は6000円です。6000円、はい、フェイシャルリンパマッサージが60分、うんうん、違う70分フェイシャルリンパマッサージが70分6000円。そうです。それだけ、うん、あとフォットマッサージは、フォットマッサージは、うん、70分6000円、うん、なんか安いね。なんか安いよ。ココロトレディースドリンクは、レディースドリンクはココタダです。あ、ない、うん、ココロト、ね、飲み物は全部タダ。ココロト飲み物、食べ物とスナックスも全部タダ。本当、うん、なんかチャームとかなんかお通し高いのかなと思ったけど、うん、心配しちゃった、うん、絶対無料です、うん、ね、無料です。よかった、うん、なんかね、チェリーさん横にいると、うん、女の子が次々に来てドリンク飲むのかなと思うけどね心配しちゃうよそうだね、そうそうそう、うん、じゃあすごく安いじゃないですか。安いよ、うん、じゃあ70分来てマッサージ受けて6000円だけ、うん、6000円だ。安心した。うん、でしょ。なんかね、値段、これ値段書いてないから、うん、このでもこの値段書いてあるか、書いてあるよ、書いてるよ。あ、書いてあった、うん、書いてる、うん、よかった、うん、なんか上の方のなんかね、エブリブロータトゥー、そうそう、アイバタトゥーもやってます。そうですか、うん、ね、そうそう、ということでご安心を、安かった、うんうん、そうですよ、ね、よかった、うん、あとここはメニューと、うん、いろんな女の子、いろんな女の子がいる、いろんなお客さんが来るから、日本人とか韓国人とかモンゴル人が来るよ、うん、そうですか、うん、女の子は何歳ぐらい、だいたい30歳から、うん、では頃30歳から、うん、60歳ぐらい、いやいや、お客さんじゃなくて、うん、スタッフさん、スタッフさん、スタッフさんはね、30歳から50歳まで、うん、うんうん、そうか。じゃあチェリーさんは毎日いる？毎日いる、12時からもいます。12時から、うんうん、お客さん帰るまでずっといる。よろしくお願いします、うん、多分これ来てくれると思いますよ、うんうんうん、そうだね、だってすごいもん、すごいもん、本当に気持ちよかったですね。気持ちよかったなんかもう、うんうん、はい、でもありがとうございました。ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします、ね、お願いしますもしここ来るんだったらいいのメニュー、うん、あの私のお店の名前はチェリーと、チェリーとで、お店の場所は竹の塚駅、こっちこっちこっち、竹の塚の東口駅のところで、うんうん、でもしあの来るんだったらサービスあげます。どんなサービス、うん、サービスは例えば、うん、違うのメニューただにする、うん、あと10パー割引とか5パー割引にします、うん、初めてのお客さん、はい、うん、皆さんよろしくお願いしますチェリーとビューティースキンケアリラクセーション、よろしくお願いします。今日はすごい気持ちよかったんでそうそう、ありがとうございます。面白かった、はい、なに、ちょっとダメですよこれあの、うん、子供たち見てますから。そうですね、子供たち見てるからね、はい、うん、ということで、竹の塚の、うんうん、チェリー伊藤、チェリー伊藤、チェリー伊藤っていうのがお店の名前なんですか。店の名前です。伊藤はどんな意味ですか。私の名字、あ、伊藤さんなんですか。伊藤さん、あ、そうなんです。でも独身って聞いたけど、そう、あのみんなは離婚してもそのままなんで、あ、そうですか、大変だったら、うん、なるほど、うん、そう、独身です、そう、シングルですよ、カモンカモン結構来ると思いますよ、みんな、あ、そうそうそう、ほとんどここ来るお客さんがカップルなんで、何カップル、カップル、夫婦とか恋人、うんうん、いいですか、うん、でもこの独身って言っちゃったらまずいじゃないですか。あ、まずいじゃないですよ、みんなしてるから。いや、お客さん多分結構来ちゃうと思いますよ。来るんだったら別にいいんですか。本当だから、シングルだから、うん、墓地捨てるよ、今本当本当だよはい、そうだよ、うん、ピッ